はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。今日もよろしくお願いします。わかんないですけど、2月13日でございます。2月13日ということは明日2月14日、ね、バレンタインデーでございますよ。もらえるかなってこう、やっぱり男の子は思うわけです。ということは、もらえるかな、チョコレートが欲しいな。ポッキー深味抹茶。ポッキー深味抹茶でございます。隠し味のほうじ茶が抹茶の味わいをぐっと深くする。ほうじ茶入ってるところがありますね。ほうじ茶 0.9% 使用、抹茶 0.9% 使用、ほうじ茶 0.6% 使用。これなかなかチョコレートのこの深みをね入れるためにこの抹茶にほうじ茶を入れたらしいんですよ。期間、これも期間限定でございますから、深味抹茶、この時期に一人でポッキーを買うのはね、ちょっと何あの人チョコもらえやんから買ってんのみたいな感じでございます。まあ開けますと、これもここなんです。ここ開ける、でもここから開けたいよね普通ね。なかなかこれでパカッと開けますと、カージ抹茶とこう書いてます。色もこう抹茶と、そしてこの辺がちょっとほうじ茶っぽいかな。ででんビュー。あ、でもね、抹茶、いつもの抹茶とちょっと違うような匂いはします。でもほんと抹茶の香りがしますよ。いつものこう、まあ、プリッツの部分はこうプリッツですね、普通のプリッツで。いや、とりあえず塩のもの言わず食べてみたいと思います。いただきます。うんうん、抹茶、あ、でもほうじ茶が分かんないね。ほうじ茶そんな入ってるかな、この。うん、でも抹茶の味にちょっと深みのある抹茶と言われたら、確かにそんな感じがする。深みがあるよ。うん、あ、でも美味しいです。程よい隠し味、石臼挽きの抹茶を使用してるんです。この1袋あたり154キロカロリー、タンパク質 2.5、脂質 6.7、炭水化物 20.8、ナトリウム 35g。 深味の抹茶、確かにこう深みのある抹茶、濃いというか、濃いわけではないんですけど、でもこういう抹茶ってなんかこう抹茶チョコっていうのはあれじゃないですか、ミスタードーナツとかの抹茶。僕ミスタードーナツのあれなんでしたっけ、オールドファッションが好きなんですね。普通のオールドファッション抹茶っていうのがあったんですよ。あれ結構美味しかったんです。何でもこう抹茶をちょっと足すと美味しいんですが、伊右衛門茶ってあるじゃない、伊右衛門茶にあれ急にね抹茶を出したんですよ。ノーマルの伊右衛門茶を足すの、なんかノーマルを変形させていくのはやめてほしいですよね。今までのやっぱり今までのこの味でやってほしい。こういう、まあ、期間だから、こういう期間限定っていうのはいいですよね。確かに、まあ、また時期が来たら出してほしいなとか、まあでもこれが逆に美味しすぎると定番にしてほしいなとか思うんですけども、ノーマルはあくまでもノーマルで置いておいてほしいというのが私の思いでございまして、この抹茶深味抹茶、ほうじ茶プラスで深みをドンと出してる。深みポンと、はい、これでね、蓋は明日ぐらいにチョコレート、まあどこのコンビニとかどこのスーパー行ってもこうチョコレートがバーンと置いてると思うんで、明日はねチョコレートたくさん食べましょうっていう、まああげましょう、愛をこう伝えましょうなんでね、まああげるんでしょうけども、そうじゃなくてね、せっかくチョコレート、まあだってさ、うなぎなんかもそうじゃない、土用の牛なんかも平揚げんないがさ、うなぎ屋が「なんとか売れないっすかねうなぎ」って言ったら、平揚げんないが「うんそうだな」って言って「よしうなぎの日、土用の牛は日はうなぎを食べることにしよう」って言ってみんなガーって広めたらさ、「うなぎいいよ」って言って江戸時代がつながっていまだに土用の牛って言ったらうなぎっていう定着してますからね。やっぱりこうチョコレートって言って、やっぱりじゃあチョコレート食べないと何かにいいかも分かんないですけど、何にいいか分かんなくてもこの日は何かをするって言ったらまあいいじゃないですか、みんなね。わっと食べましょうよ。せっかくね、ソチオリンピックね、サラちゃん残念でしたね。でもスノーボードすごかったね。2位3位、まあ、15歳で金を取っちゃうとこうなっちゃうからね。銀っていうのがいいよね。また伸びしろあるからね、すごいね。まあそういうことで、僕もこう金メダルを取れるようにこれからも精進していきたいと思います。ということで、今日はポッキー深味抹茶でございました。それではさよなら。もう本当にね、チャンネル登録してくれましたか、これ皆さん。見られた方、あなたですよ、あなた。そうです、そうです、あなたです。ぜひね、下の方のね、チャンネル登録、ピッと押してくださいね。また見てくださいね。さよなら。